り。ただいま。ワインとさ、ワイン、日本酒とかあるとか。またセブンイレブンで買ったから。ドライとか。クッケのやつあるやんか。うん。あれ4枚引いて。え？そうなの？4枚引けて、4枚とも当たって。おかしい、えらいことだったすごっめっちゃよかった。しかも、同じやつ買ったのに同じやつが2つも当たってる、さらに。あ、それお肉厚なんちゃらみたいなの3個あるんで、ちょっと恥ずかしかったし、なんかこんなお菓子買ってんのみたいな思われたら嫌やなと思ってやめなさい。
結構ヘルシーなんだ今日のって。パン粉がさ、ダイエットの強敵やもんな。まあこんぐらいはいっか。うん。エビってあっという間に終わっちゃうの、なんか。うん。安かった。540円、4割引き。だから300いくらで買えてるってことや。あ、それから4割引きか。めっちゃ安いよ。これだけちょっと。うん。これ好きやで。うん、美味しいわ。よー喋る。旦那さんのチャチャ、おやつ食べるからのチャチャの反応が早いって。優しそうな旦那さんってよく言われてる。辛いやつ食べたことないんか、まだ。でもあれも結構辛い。ちこれめっちゃ飲みやすい。確かに甘い、うん、フルーツはほんまに高い。買いたいけど、それ買うならほうれん草買った方がいいやって。ほうれん草、野菜買った方がいいや。なんでほうれん草ピンポイントな。嬉しい、ほうれん草体にいいしな、鉄分豊富で。何が一番野菜栄養詰まってんねやろ。ちょっとちびっと売ってるようなやつじゃん。ブロッコリースプラウトとか。あ、そうそう。何の栄養素もないのに育つんやったら、なんかそういう力強い成分が含まれてるって思わへん。でもなんかそういう成長する力が強いみたいな。多分その極力栄養素なく成長する仕組みになってるんやろ今日な。だから栄養素がないんやろ、うん、今日。何一つ不満ないとこなんてないと思う。いやでもパッと思い浮かばへんってことは、うん、あんまないんやろな、うん、やっぱり。